せっ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 せつけい、せつなけいすけです。箱根オーダーパート55。あのね、前回のパートのことをね、全然覚えてない状態でやってるからね。あれ、何でみんなが聞き取ったっけ前回のパートのことを忘れとったけんな。忘れとったけん、なんで学校に集まっとったか全然覚えてないよな、俺。前回のあらすじで多分覚えとるところといえばさ、小鳥ちゃんが失踪したっていう、それぐらいしか覚えてないっていう。ほど何度学校に集合したんだで、うるさいな、な状態で。始まったけど。とりあえず、手分けして探しましょう。ああ。集合場所が学校になっただけって話か。見つけたら携帯に連絡ということで。担当区域を決め、僕たちはバラバラに歩き出す。そういえば、昨日、別れ際に小鳥が随分と悲しそうな顔をしていたことを今になって思い出す。あ、そんなことがあったなって俺も今思い出したけど、そうやな、そんなことあったな。何かに気づいた様子だったけど、あれは一体何だったんだろう。少し心配になった。難航するかと思えた小鳥の捜索だが、小鳥ちゃん、お前ようそんな真顔で涼しい顔でおるなみんな心配しとったんぞそうか、お前ただ早朝にアイス食べたなったけんアイス買いに来ただけか。そうか、なんだ、別に非常事態ででも何でもなかったやな。自分の担当地域を探していたらすぐに見つかってしまった。小鳥、大声で呼び止め駆け寄るすぐ見つかったよ。しかも小鳥ちゃん何食わぬ顔でおるけんな。このさ、そこまで笑顔ってほどではないけどさ、そんなに真顔ってほどでもないぐらいの何とも言えないこの表情ですよ。すると小鳥はこっちに振り返ってゆっくりと微笑んだ。おはよう、りょうすけ。ああ、よかった。平和や。小鳥ちゃんがこんな顔しとったときは大体平和やけんな。どうしたの？そんな慌てて。どうしたのって。小鳥が行方不明だったから、みんなで探してたんだよ。そうなの？そうなのって。携帯も臨時支部に置きっぱなしだって聞いて、みんな小鳥が家出したんじゃないかって話してたとこなんだ。あ、本当だ、ない。くそ、これ取りちゃった。お前、天然で忘れとっただけかよ、お前。心配するやないか。何も言えない。ただ忘れただけだったらしい。ごめんね。お前、絶対さ、悪いと思ってないやろ、その顔。まあ、無事だったから、よかったけど。ありがとう。くそ、この笑顔に騙されるんや。小鳥の笑顔のまぶしさに僕は思わず息を飲んでしまう。まあみんなに連絡しなきゃ。ああ、ドキドキしていることを気遣えないように僕は当てて顔をそらした。おっと、青春ですな、涼介さん。恥ずかしいですか。みんなやイーナさんに連絡を終え、本拠地に集まることになったこの顔で許してもらおうとしてるな、うん、悪どい小鳥ちゃん、たまに悪どい時ある。可愛いは正義、前もこんなコメントあったな。小鳥がイーナさんも本拠地に呼んでほしいというので本人にもそう伝えた。イーナさん来るんじゃ。それでどこ行ってたの？朝早くからいろいろ買おうと思って ここまで来たんだけど、お店まだ開いてなかったから散歩してた。まさか本当にアイス買おうとしてたんじゃないだろうな。お前、おい、ボケで言ったんだぞ。お前、俺のボケ的中しちゃったらボケにならんじゃないのか、お前。くそ、ガリガリ君か。せめて何味のアイスか教えろ。ガリガリ君か、お前。そうだか、そうなのか。買い物？何買ったの？そういえば、両手にレジ袋を抱えている。重そうだったので、持ってあげることにした。やさおだ。涼介、やさおだ。ありがとう。受け取りつつ、中を確認する。野菜に肉に、麺？あ、アイスじゃない。てかこれ焼きそばの具材じゃん。絶対焼きそば作ろうとしてるこいつ。そう、焼きそばの材料。なんで焼きそば？うん、ちょっとねうん、ちょっちゅねって、お前具志堅か、お前具志堅ちょっちゅねえやん。
ほら、早く本拠地行こう。みんな来ちゃう。早く行こうってお前ら探しとおけん。お前探しとったけん、こんな感じになったんだ、お前。下せないまま、僕は小鳥の後に続いて、本拠地へと足を向ける。これ今回の枠さ、23分ぐらいで、今回の動画23分ぐらいで小鳥ちゃん見っけたみたいな話になるんかなと思ったらさ、もう冒頭の4分ぐらいで見つけてしまったおけん。5分ぐらいかな。みんな心配かけてごめんなさい。何お前みんなに向かってはそんな顔で謝るようやな。お前、俺に対して俺のだけに対しての時はさ、メンゴみたいな顔だったじゃないか、お前。メンゴみたいな感じだったじゃない。何お前、本当にごめんなさいって思っとるような顔で謝るようや。でもそんなこの小鳥ちゃんが大好きです。本拠地にみんな集まると、小鳥はそう言って、ぺこりと頭を下げた。焼きそばにアイス入れようとか言う、えげつない発想の人がいるな。YouTuber か。人気のない YouTuber が人気出そうと頑張ってやろうとするようなやつやん、それ。なんか何々に何々言ってみましたし、チーズ。やろうかな、俺も。それで何をしていたんだ。買い物と散歩らしいですよ。いいなさん、そのちょっとだけ笑顔なのなんなん。そういうことをするのは別に構わんが、今後は誰かに言ってからにしろ。お母さんや、もうこんなんお母さんや。こんなんお母さんしかせんような顔してるな。えへへへ。小鳥ちゃん、精神年齢低いんちゃうんか、あんた。気まずそうに苦笑する小鳥。それで、そのレジ袋は何だ？うん、これは焼きそばの材料。焼きそば？そう。くそ、やっぱり伊月が食いつくところではないか。なんで？今日はみんなに焼きそばをご馳走しようと思って。あ、小鳥ちゃん、なんか知らんけど、気回してくれとんじゃありがとうな。ほう、それは楽しみじゃな。なんかコナミちゃんの声久しぶりにやったけんさ、うまく出んような気がするよな。あ、りょうに、りょうに、あ、りょうに、あ、ほ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 、なんこれ、なんか綺麗に出よらん気がするよな。でも、どうして急に。あ、すると小鳥は落ち着いた声でこう言った。最後の敵、見つけたから。見つけたん。あ、焼きそばって、これまでみんなありがとう、さようなら会みたいなのがするけん、それでみんなに振る舞おうって感じなん。いきなり寂しいなってきた。いいなさ、何そのポカーンみたいな顔しとん。え？え？本当か？一体、どこに？うん、それは後で教える。あ、後で教えるって敵見つけた時の反応じゃないぞ、お前。いや、見つけたのに放っておいて大丈夫なのか。うん、大丈夫。なんか、いつぐらいに言おったな。大輔さんじゃないわ。大輔さんって誰やな。大野さんって言おうとして、なんか大輔さんで出てきた。なんで大輔さんなん。ようわからん、俺。まあ、大野さんが言おったよな、なんか。見つけても時間の問題だとか言うてさ、別に大丈夫だぞみたいなこと言おったもんな。いや、だけどな。大丈夫だから、信じて。何の根拠があって。真剣な眼差しのことにそう言われ、イーナさんは口を閉じた。でも、それで何か、なんで焼きそばになるんじゃ？うん。あのね、私、この島でみんなと出会って、いっぱいいろんなものをもらった。だからみんなにも何かしてあげたいって思ったの。でも私特にできることなんてないから。いやー、小鳥ちゃんはさ、笑顔ばらまくっていう、そういう俺のハート的な意味で貢献してくれたけん。うん、そんな私でも教えてもらって焼きそばを作れるようになったから。だからみんなに食べてもらおうと思ったの。わあ、この笑顔でそんなこと言われたらさ、俺さ、いきなり一目惚れやげんな。家庭的な女性がタイプの俺、一目惚れ。笑顔っていう最大のスキル、ほんとな。青春芸だからこそやな。いろんなものをもらったと小鳥は言った。僕たちは別に何かをあげたわけじゃないが、でも小鳥が得たものはなんとなくわかる。それは形あるものではなくて。まあ
そういうことならご馳走してもらおうぜ。そうやな。そうじゃな。そうやな。こういう時はお言葉に甘えなあかんなな。本当はひよこたちもいたらよかったんだけど、帰っちゃったからしょうがない。また会った時にでもご馳走してあげなさいよ。そうだね。あー、お別れパーティー的な感じになるんか、これが。え驚いた時の歩の声、顔が若干モンキー・ディ・ルフィ言ってよ。もうモンキー・ディ・ルフィの真似しようと頑張ってる人みたいで。え、歩の声、そんな顔だったかな。ちょっと一旦戻って見てみなかったわ、今。もう一回、モンキー・ディ・ルフィやってほしいんやけど、歩。な、やってくれん。これエンターキー押したらさ、モンキー・ディ・ルフィの歩出てこん。はい、出てこない。りょうすけも出て、りょうすけのセリフでした。誰も出てこない。一人で作るの。うん。今日は一人でやってみる。包丁を取り出し。買ってきた野菜を並べていく。包丁を使うときは見てるこっちがハラハラしちゃうわね。だね。もう周りはさ、親戚一同がさ、子供を見守るような顔でいますからね。あ、真剣な顔。真剣な顔で小鳥はゆっくりと野菜を刻んでいく。トントン。今の音さ、野菜を切る音っていうかさ、肉を柔らかくしようと、ちょっと叩き寄るような音に聞こえたんやけど、大丈夫か？大丈夫か今。え、野菜切る時の音じゃなくてさ、肉を叩いた時の音じゃないの、それ。柔らかくするために。力入りすぎ。もう、小鳥、もっと優しく、優しく。前途、頼んだな。もしかして、これがモンキー・ディ・ルフィか？モンキー・ディ・ルフィか、これが。今度肉を叩く音なんだかって視聴者さんも言ってるよ。別に焼きそばのお肉は柔らかくする必要ないと思うんやけどな、俺。そうじゃないか。そんなこと、焼きそばのお肉でそんなことをする人初めて見たよ。具材を切り終え、焼きに入る。これについては最多祭の時に散々やったので安心して見ていられる。おお、美味しそうな音でな。油が弾く音を聞いて、コナミが嬉しそうに声を上げた。コナミちゃん、こういう音とか、音フェッチなところあるんかな？一生懸命なのはいいけど、あそこまで深刻な顔をする必要があるの？小鳥さんにとっちゃ戦いみたいなもんだろう、きっと。ははははは、はひゅふひょ。確かに敵と戦っている時以上に真剣な顔だ。マジで敵以上なん今は。具材を炒め、麺を入れ、少し蒸してソースを入れ、そして隠し味に小鳥ちゃんの真心少々。そうするとすぐに焼きそばは完成となった。できた。おい、やった。できるかどうか不安だったけど、できちゃったみたいな顔するんじゃない。不安になるだろ、こっちが。まだ食べてないんだぞ、お前。汗を拭う仕草をして、小鳥は作り終えた焼きそばを皿へと移していく。時刻はもうすぐ12時、ちょうどいい時間で、いい匂いにお腹がなりそうだった。大きな皿に全部持って、小鳥は人数分の割り箸と小皿を持ってくる。いいわね。見た目は上出来。温かいうちに食べよう。イーナさんを交えて、7人でテーブルを囲み、全員で手を合わせる。いただきます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 。はい、全員分やった。多分全員分やった。アショケンさんいらっしゃいです。ああ、食った時のさ、反応的なもんだよ。食撃の相馬的な反応を見たかったんやけど、みんな誰もしないっていう、それを。見たかったのにな。もう美味しかったの。うん、ちゃんと一人でもできたわね。えらいえらい。もう初めてのお使い的な感覚になってきてるよ。えへへへ。小鳥ちゃんの反応もさ、小学校低学年の女の子みたいな感じやん。お母さんに褒められてえへへって感じに。この子いくつなんだ。15歳か。あ、違う、3年生か。にしても
伊月とイーナさん食いすぎだろう。大食い二人衆やけんな。俺ちょっとしか食べてない気がすんだけど。早く食べない方が悪い。そうやそうや。伊月がちょっとイーナさんのことを姉様って言いそうな、姉子とか言いそうな感じのキャラになって始めた。この二人が並んだら、食後は伊月が入れたお茶を飲みながらまったりと過ごす。けどさ、これがさ、小鳥ちゃんの最後の仕事みたいな感じになるかもしれないな。いや、敵最後の敵倒せないから最後ではないんやけど、やっぱり伊月のお茶は美味しい。温度管理をちゃんとすれば誰でもうまく作れるわよ。今度は教えてあげるわ。うん、ありがとう。でもそんな今度がいつになるか、小鳥ちゃんはその今度の頃には帰ってるかもしれないんだよな。そんな会話を続けていると、イーナさんがゆっくり立ち上がった。さて、そろそろいいか、小鳥。最後の敵の居場所を教えてもらおうか。なんか、刑事物を見ているような感覚の言い方だな。教えてもらおうか。小鳥ちゃんもなんか空気読んで犯人みたいな、追い詰められた犯人みたいな顔するんじゃない。小鳥は黙ったままイーナさんのことを見つめ、私がやりましたとならんよな。そして視線を外すとゆっくり立ち上がった。今はまだダメ、明るいから夕方にならなきゃ。時間帯とか関係あるん？倒しに行くのはだろ。場所は教えてもらってもいいはずだ。うん、でもダメ、夕方になったら。小鳥、イーナさんが睨んでも小鳥は敵の居場所を言おうとしない。時間帯関係あるん？居づらい雰囲気が漂い始め、じゃあそれまで何かして遊ぼうぜ。よかった、夏雪空気ブレイカーで。何やる。そうやな、7人も人数おるけんな。そうやな、7人も人数おるんだったらスプラトゥーンやるか。いや、今のなかったもんでしょ。ちょっと思いつきで言ったけど全然面白くないわ今の。カットしよう、動画的にはカットない今の。見かねた夏雪が間に入ってそう提案した。おい夏雪、これを私たちの問題だ、邪魔するな。そりゃそうかもしんないけどさ、でも場所わかんなくたって大丈夫なんだろ。うん、大丈夫、それは絶対って言い切れる。どこなんだろう結局。ほら小鳥さんもそう言ってるし。だけどな。ねえいいな、約束する、今日で最後の敵を倒す。だから夕方まで待って。今日中に倒せるんだな。お、何この沈黙。二人がすごい困った顔しながらの沈黙。はあ、仕方ないな。ありがとう、いいな。空気が柔らぐ。よかったよかった。よし、それじゃあ夕方まで何でやるか決めましょう。おいの希望としてはだるまさんが転んだとかどうや。何がいいかの。だるまさんが転んだ。小鳥は何かやりたいことがある？小鳥ちゃん、だるまさんが転んだやりたいよ。僕はやりたいこと。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ。考え込むことにみんなが注目する。しばらく考え込んだ後、小鳥は顔を上げてこう言った。みんなとなら何でもいい。じゃあだるまさんが転んだ。何でもいいか、難しいな。おい歩む、いやモンキー D ルフィ、だるまさんが転んだだね。でもその時ふと頭の中にいい案が浮かんだ。だるまさんが転んだじゃ。だるまさんが転んだ。あ、そうだ、あ、外出よる。だるまさんが転んだするために外出よる。りょうすけにしては結構いい案ね。そうだろ、りょうすけじゃなくて俺が決めたんと。だるまさんが転んだじゃね。んじゃ早速掘ろう掘ろう。うん、だるまさんが転んだやけんさ、鬼やろ、鬼決めようと思ったけど、掘ろうって何？え、だるまさんが転んだって掘る要素ないよな。え、最近のだるまさんが転んだってなんか地面掘らなあかんみたいなルールあるん？シャベルあったぞ、シャベル。
あ、ガチで掘ろうとしてるな。だるまさん転んだって別に穴開いてなくてもよかったろ。そういうルールじゃないだろ。あゆむがシャベルを持ってやってくる。タイムカプセルか。だるまさんが転んだじゃあらんのか。そう、僕が出した提案はタイムカプセルだった。タイムカプセルって久しぶりに聞くよな。今の子供でタイムカプセル埋めようなんて子供おらんだろうな。やっぱ俺らの親父世代やな。40代50代がやるような、もしかしたら60、70かもしれんけど、だいぶ古い考えよな、タイムカプセルって。地面を掘って下から行くっていう最新のルール。誰ができるんや、それ。モグラしかできない。モグラしかそのだるまさんが転んだできないよ。モグラさんが転んだになるよ、もう。地面、穴掘られすぎてさ、おいらが転ぶわ。埋めるものは自由。でも、なるべく面白いもの。あ、面白いもの。なるべく面白いもの。じゃあ俺夏雪埋めたいんやけど。いいだろ、面白いけん。夏雪埋まっとったら面白いけん。おお、助けてくれよ。みんな助けてくれよ。出してくれよ。あ、面白いわ。これ面白いわ。夏雪埋めようぜ。面白い、面白い。そうすると、必然的手紙ということになる。あ、夏雪ちゃうんか。夏雪ちゃうんか。ああ。1時間くらい使って。みんなそれぞれ手紙を書いた。10年後の自分へみたいな感じ。なんなん、アンジェラアキが始まるぞ。アンジェラアキなん。みんなが誰に当てて書いたかはわからない。タイムカプセルなんやけん未来の自分じゃない。小鳥は2通書いたようだった。なんで2通。みんなの手紙をビニールに入れ、せんべいが入っていた缶の中にしまう。せんべい。はあ、そうやな。大体さ、タイムカプセルってそういうお菓子の箱とかそういうんが多いよな。そういう感じかな。本拠地の庭に夏雪が穴を掘り、缶を埋めると夏雪がそこに入り、みんなで土をかぶせた。だとしたら面白いな。だってさ、夏雪が穴掘ってさ、その中に缶入れて自分が入ってみんなに埋めてもらうの。おお、みんな出してくれよ。やばいな。土をかぶせようえ。目印になるような石を置く。掘り起こすのは今度小鳥がこの島に帰ってきた時ね。どのくらい先になるかわかんねえな。あ、夏雪埋まってなかったん。あげる時が楽しみじゃの。佐藤さんは誰に書いたんだ。小鳥は秘密。そう、そういうのはさ、開けた時のお楽しみってやつや。あいえに、そんなこと聞かんでもわかるじゃろう。まさか刹那圭介さんへって書いてるんじゃないやろな。あ、やっぱ小鳥ちゃん俺に気があったんやの、りょうに。なんでりょうすけに送るんだろう。そうか、手紙に2枚あったって言うだけさ、一つはりょうすけ宛てで、もう一つが俺宛てじゃ。なるほどな。だから2通なんじゃ。納得。え、みんながにやけた顔をこっちに向けてくる。わあ、小鳥ちゃん、その顔図星だな。りょうすけと俺だな。わかったぞ、その顔で。小鳥は少し恥ずかしそうに頬をあからめていた。かわいいな。さて、タイムカプセルは俺たち夕方までの残り時間何すっかね。え、今度は夏雪埋めるんじゃないの。そうね。すると小鳥は穏やかな顔で僕たちに言った。特別なことをしなくてもいい。いつも通り普通に過ごしたい。そうか。まあ、ことねえかそういうのならの。あ、待てよ。いつも通り普通に過ごしたいとか言うたら、あゆむが勉強し始めるけダメじゃ。あゆむは、お前勉強しようとしてるな、お前。その顔は勉強しようとしてるな、お前。ダメだぞ、来い、今日ぐらい勉強やめとけよ、お前。ということで、本拠地内に戻ることにする。イーナさんは一旦 RCH の臨時支部に帰ったので、戻ってくるまでいつも通りに過ごすことにする。やることといえば、ゲームをやったり、トランプをしたり、テレビを見たり。この家にゲームがないんだよな。何のゲームしたかすごい気になるんやけどな。まさかレトロなファミコンとかやっとんじゃないだろうな。こんなちょっと現代のデスクトップパソコンのディスプレイみたいなのも置いていながら。
一つだけ前までと違うことと言ったら、アイムが絵を描くようになったということだろうか。ああ、もう、まだ頑張って絵描きようやな。6人で過ごすのが当たり前になった本拠地。小鳥がいなくなってしまったら、どのくらい寂しくなるのだろう。1ヶ月前までは5人で過ごすのが当たり前だった。それで十分なはずだったのに、もう今はそうじゃなくなってしまった。でも、きっと小鳥はまたここに来るから、悲しんでばかりいるのもダメだろう。この島に来る方法を自分も考えると小鳥は言ってくれた。だから最後の敵を倒しても終わりじゃない。みんなで過ごす楽しい日々はまた必ず帰ってくるはずだから。さてここで夕方になったんで、多分次のパートでその敵を倒しに行くんですよ。だからここで終わりとさせていただきます。まあとりあえずコメントが多かったんでちょっと嬉しかったです。今回はちょっとコメントが多くて反応が多くて良かったと思います。生放送ですよねこれが。というわけで皆さん週明け。今までありがとうという気持ちを胸に、小鳥ちゃんがみんなに焼きそばを振る舞う。今までみんなで過ごしてきた思い出をタイムカプセルに収める。何やら夏の終わりを感じるようなそんな回だった。